7時24分。道の駅おこトロ出発。道の駅はここで線路の案内を開始します。国道の
サルちゃん、サルサル、子供ザル、子ザルです。イノシシはめったに見えへんな。あ、もうまたサルや、またサルや、サル、サルの子供だらけやな。
道トンネルです。おお、たくさんゴミが。このトンネルの中央あたりで奈良県と和歌山県の県境になってます。県の飛び地の北山村です。16度、寒いなあ。8キロあります。これが169です。これ反対方向に行くと七色ダムのとこです。これをまっすぐまっすぐまっすぐ行くと168に、168と311かな。向こうはややこしい。311は向こうもこっちもあっちもこっちもあるからややこしい。
てないよな。流れてきれいきれいです。今7時44分、そろそろ車が動き始めました。アイスって地名やからな。呼べなくなってきたな。バスを待ってやるやん、待ってやるやん、待ってやるやんちゃうな、待ってやる。行くわな、あっちこっち大変やろ。